はい、えー、それでは4月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます5月から宅研合格する方法として1つ目の動画を作成しましたのでこの動画の最後にお知らせいたしますぜひ参考にしてみてくださいまた個別指導の募集終了まであと4名となりました まだ今からでも十分今年の合格目指せますので本気で今年絶対合格したいという方は一緒に勉強していきましょう個別指導の概要についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますそれでは本日の3問に入ります A は B に対する金銭債権を C に譲渡した C が B に対して譲渡通知をした場合 C は B に対して自分が債権者であることを主張できる。丸かツかという問題ですえ。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から URL ご確認ください。え答えはこれツですね。自分 C が債権者であることを債務者 B に主張するには、債務者 B の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者 B への通知が必要なんですね。 本文のように譲り受け人 C が債務者 B に通知をしても意味がないんですよ。なので今回は誤りなんですね。今回譲り受け人 C が B に通知しますよね。C が B に通知をしたので、これ意味がないんですね。なので今回は誤りだということになります。で、実はこれには理由があるんですね。なんで C が B に通知をしても意味がないのかというところです。で、この点については少し長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。 で理由付けっていうのは合格するためのもう必須の勉強法なんですね。なので、えー、ここでお伝えしようとしているこの理由ですね。これがすごく重要になってくるんですよ。こういったところをちゃんと頭に入れているかいないかで、えー、本試験で引っ掛け問題に、えー、引っかかる人と引っかからない人が出てきたりするわけなんですよね。 だから応用問題でもちゃんと解けるようにするには、こういった理由付けっていうのはすごく重要になってきますので、こういった部分がわからない方、自分自身で調べて理解をするってことをぜひ行ってください。で、まあ、この動画で、まあ、たまにですね、理由付けについてお伝えはしてるんですけども、やはりここでお伝えをするだけでは少ないんですよ。多くの問題でやはり理由付けって必要になってくるので、そういった部分はもうぜひですね、自分自身で調べてください。それやらないといつまでたっても定数伸びませんので、 で、民法で言えば、弁護士さんのサイトだったりとか、えー、まあ、行政書士さんのサイトだったりとか、えー、あと法律事務所のサイトとかですね、まあ、そういったところで、えー、調べるっていうのがいいと思います。もしくは民法の、えー、解説書みたいなのがありますので、まあ、そういったもので調べるっていう形ですね。あの、卓券の教材ではですね、正直、理解学習に必要な部分まで書いてありませんので、まあ、これ予備校の教材でも一緒ですよ。 なので、えー、今言ったようなところでちゃんと調べてですね、勉強してください。もしあなた自身がそれをやっていないというのであれば、おそらくですね、もうそれ理解できていない証拠なので。 ぜひそういったものを使いながら勉強していただければと思います。もちろん時間かかりますけども、それやらないと、あの、全然点数上がりませんので、注意しましょう。で、自分自身でできないっていう方はぜひですね、個別指導をご検討ください。全く法律知識ゼロの方でも、毎年一発で合格していただいておりますので、理解学習自信ないなっていう方はぜひですね、個別指導で一緒に勉強できればと思います。まあ、個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 売り主が宅建業者として、宅建業者でない飼い主は、建物の物件の説明を売買業者 B の事務所で受け、翌日、出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと、後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない、ルか×かという問題ですね。 え答えは×です。まず、申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは、申し込み場所が判断基準です。で、今回、どこで申し込んだかっていうと、出張先から電話で買い受けの申し込みをしてるんですね。つまり、買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは、事務所等以外なんですね。事務所等に該当すると、クーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。 つまり、原則、契約解除できるんですね。従って、契約解除できないという本問は、誤りになりますよ。というふうな結論になります。で、この問題っていうのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実は、クーリングオフについても、考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても、対応できて、すべて解けるようになります。なので、ちゃんと理解するっていうところが、やっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。 で、開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、えー、答えを導くっていうことがやっぱできるようになるんですね。で、そうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、もう確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところをやっぱ得点できるかどうかっていうのが、まあ合格の、えー、分かれ目になってきますので、ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で、考え方については、え、個別指導で解説していきます。で、問いさんです。 宅地造成等工事規制区域内において、切り土であって、当該切りをする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項、または第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない、丸かツかという問題です。 で、答えは、これ誤りですね。切り土の場合、切り土をした結果、高さが2メートルを超える崖を生ずる場合、切り土をする土地の面積が500平米を超える場合、どちらか一方を満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要となってきます。で、今回の問題では、どちらも満たしていないんですよね。高さは1メートル、面積は400平米、どちらも満たしていません。よって、 宅地造成工事の許可は不要です。今回の問題で言うと、この場合、許可を受けなければならない。つまり許可必要っていうふうに原則言ってるわけですね。なので誤りとなります。これは問題文の理解がすごく重要なんですね。この何々を除きとか、こういった部分はちゃんと理解しておかないといけません。なのでこの部分については個別指導で解説いたします。 で初めにもお伝えをした5月から宅剣合格するための方法の一つ目の動画についてはこちらの動画をぜひご確認くださいえ。こちら動画載ってない方は下の概要欄に URL 載せておきますのでそちらからもご確認いただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。 あなたの受講をお待ちしております。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオ野でした。